皆さんこんにちは。今回は待望の寝台列車編、スウェーデンの悪名高いほとんど必ず遅れる電車に起きたあるハプニングに、白夜で全く暗くならない夜の景色、犬専用のお部屋での過ごし方から寝台列車初公開のビストロ車まで内容盛りだくさんです。ぜひ最後までご覧ください。前回のクリスマスにスウェーデン人夫ヨハンの実家に帰省する際、愛犬2匹と寝台列車に乗って旅をした動画がとても好評で、この動画をきっかけにチャンネルを知ってくださった方がとても多いと思うので、今回の夏の帰省でもまた寝台列車の旅の動画を作りたいなぁと楽しみにしていました。実は前回と違い、今回私たちはこの寝台列車に乗るために始発駅まで電気自動車で300キロの旅をしました。その様子は来週水曜日、メンバーシップ限定の動画にする予定です。ということで早速到着したのは、スウェーデン最北の県から300キロほど離れたスウェーデンの中で北から2番目にある県のウメオという町のセントラルステーション。まずは電車が遅延していないか確認するため、駅の中の電光掲示板に向かいました。私たちが乗るのは7時41分発のストックホルム・イエーテボリ行きの寝台列車。前回の寝台列車の動画を見ていただいた方はわかると思うんですが、スウェーデンの電車はかなりの確率で遅延します。この日も駅に早めには着いていたんですが、大荷物で大型犬も2匹いるし、どうせギリギリで遅延のアナウンスが流れるんだろうなぁなんて考えていて、ホームに行く準備を15分前に進めていたんですが、来たよ。 It's here. 予想外に早く来ました。大荷物のまま駅に走り出す私たち、電車に間に合うのでしょうか。出発時刻より早めに着いた電車に驚きが隠せない私たち、とりあえず予約していた32号車を見つけて中へ乗り込みました。大丈夫？着きました。ストレスフルだったね。ステ、自分たちのお部屋に着いたということで、まずは犬もシートに座れるようにこの部屋に置いてあったシーツを借りて敷きます。はい、ブレン、Do you want to come on? なんとか無事に乗れたなぁと一安心していると、ヨハンの表情が曇ってきました。ナチャン、There is a train leaving 1914 to Umeå Östra 1932. 違う？ And the other one should be 1941.I'm really not sure that we're on the right track. Can you go out and check? That's who should I ask? I don't know. And I'm gonna be left but, behind when we leave. Okay, but look, this is the night train we always use. Yeah. 100% this is the right one. You sure? Yeah. Can I just go and look at those here, man? スウェーデンでは電車が早めに来ることなんてほとんどないので、予定時刻10分前に来るなんて何かがおかしいとヨハン不安になってしまったみたい。一方、ブライアンはいつもの電車にほっと一安心。そんなこんなしている間にヨハンが戻ってきて、大丈夫。It's the right train. 無事にみんなで電車に乗れたので、ここからおよそ800キロ、12時間の旅が始まります。荷物の整理をしていたら、アナウンスや音楽など何もなく、電車がゆるっと進み始めてしまいました。今回大人4人でこの電車に乗っているわけですが、私とヨハン、ブライアンとジェマはこれから夜中に一度散歩に行かなきゃいけないということで、3段ベッドの一番上に私のお姉ちゃんが寝ることに。初めて、こんな寝台列車で初めて。あ、本当、お母さんも、うん、座席の下にはしごがあったのでそれをかけると、意外に広くない？すごい広いよ。2段ベッドより広いと思う。本当？で、あ、毛布あります。
枕と枕カバーあります。スウェーデンってペットに優しい国だなぁと時々感じることがあるんですが、スウェーデンの国鉄 SJ やバスなどの公共交通機関には必ずと言っていいほどワンちゃんが乗車 OK な車両や専用スペースがあります。今回の寝台列車も犬専用のお部屋を貸し切って予約している状態なので、他のワンちゃんや乗客の方と部屋を共有しないでいいというのもすごく良くて、きちんと扉がついていて犬が逃げ出すこともないので、私たちにとってもストレスフリーで旅をすることができます。Are you good, Gemma? Are you good? Yeah, are you good? Brian's good. He's a senior of the family. もうブライアン何回目、もう10回以上ね、余裕でね。エクスパート。エクスパートだね。あ、また乗れたって。あとは寝るだけ。もう一つ、犬と移動する際、ゲージの有無は問われないので、大型犬2匹を連れて1000キロ近く国内を移動することができるのもありがたいなと思います。閉めるけど、it's the train they're coming out. 普段だと出発して10分くらいで車掌さんがお部屋までチケットをチェックしに来てくれるんですが、この日は少し忙しかったのか、みんなで席に座ってのんびり待つことに。出発地点のウメオは少し曇っていたんですが、南に行くとだんだん晴れてきて、夜9時過ぎだということを忘れさせるぐらい明るい景色が続きます。寝台列車は私たちが予約した6人部屋の他にも2台のベッドがついていて、シャワーやトイレが個室についているファーストクラスのお部屋に、ベッドが3台備わっているセカンドクラスのお部屋、座って移動するシートタイプなどいろいろなチケットの種類があります。私たちは今回片道3万円、往復で6万円でした。犬専用のお部屋に関しては人間が1人でも4人でも6人でも同じ値段なんですが、これって高いですか？安いですか？皆さんの感想、ぜひコメントに書いてくださると嬉しいです。しばらく走っているとこんな不思議な建物を発見。すごいな、この家。そして移動中に動画の編集をしようかなとリュックに手を伸ばしたら、パソコン忘れた。やばい、なんかこれパソコン用のカバンなんですけど、今ちゃんと考えるとパソコン入れてないわ。なんかあの編集できるようにデータとか全部写したり、パソコンをきれいにして準備して机の上に置いて、それからパソコンを入れ忘れちゃいました。 YouTube をスタートして1年ちょっと、自分の中で毎週1本あげるというルールを作って、これまでできるだけ土曜日の夕方にアップできるよう編集を頑張ってきたんですが、充電器やハードドライブなど絶対忘れないようにとすごく気をつけていたのに、まさか一番大切なパソコンを忘れるというね。あらら、バケーション、バケーション。まあでもほら、家族いるからさ、家族と過ごす時間だと思って、はい、ガーン。まだまだ外は明るいんですが、もう夜も10時近くになってきたので、そろそろ寝る準備に入ります。前回の寝台列車の動画でもお見せしたんですが、椅子の背もたれ部分をこうやって下から上に引っ張ると真ん中にベッドができる仕組みです。そして3段目のベッドに枕や毛布、カバーやシーツなどが置いてあるので、自分でベッドを作っていきます。そして無事に出来上がったベッドがこちらです。頭痛いね。寝台列車は寝ている間もずっと走り続けるので、寝返りを打った時に下に落ちないように
こういったハーネスがついていて、体をキャッチしてくれる仕組みになっています。電車は始発駅を出発して夜10時過ぎまでいろいろな駅に停まります。その度にいろんな人が乗ってくるので、ブライアンとジャマは廊下が気になるみたい。今回私たちが旅をしている寝台列車には旅客車両の他にもビストロ車も備わっているので、動画では初公開のビストロ車にお邪魔しています。こちらの売店は朝5時半から夜は11時まで営業中。12時間ずっと同じお部屋にいるとお腹も空くし気分転換もしたくなるということで、このビストロ車では朝ごはんや夜ごはん、スナックやキャンディ、フィーカなどの軽食にお酒なども購入可能です。普段は愛犬2匹と私たちだけで旅をすることもあり、これまで2人でビストロ車に来てゆっくりしたことはなかったんですが、今回は特別にこちらのビールで乾杯させてもらいました。乾杯。乾杯。おいしい。おいしい。初めてスウェーデンで無料でお酒ゲットしました。いっぱいね、これまでこの寝台列車に乗ってきたので、それがね、良かったのかな。良かったね。私が話していたのはこちら。このメニュー表を見てもらうと、値段の横にポイントが書いてあるの分かりますか？ここスウェーデンでは買い物でポイントを貯めるみたいなことが日本に比べるとあまり多くないんですが、国鉄を使うたびに勝手にポイントが貯まっていたみたいだったので、およそ1000円のビールと700円ちょっとのビールを5000ポイントを使って交換してもらいました。そして今回夏の寝台列車に乗ってすごくいいなと思ったパートがあって、それは夜も明るい白夜の景色。前回のクリスマス帰省の際は極夜で終始真っ暗の中電車に乗っていたので、窓の外を見てもほとんど何も見えなかったんですが、今回は出発してから夜10時を過ぎてもこんなに明るいので、なんだか得したような気持ちになりました。母も姉もぐっすり就寝中ですが、私とヨハンは起きている理由があって、この寝台列車はストックホルム行きとゲーテボリ行きの車両を別々に分けるため、深夜とある駅で小1時間ほど停止します。その時間を狙って私たちは犬の散歩に行くようにしているので、それまでできるだけ寝落ちしないようにずっと起きていることが多いんです。そしていつもだいたいスウェーデンの電車って30分から数時間くらいは平気で遅れるので、トイレ休憩の駅に着く予定が11時でも結局深夜0時や夜中1時に到着するということも多いんですが、今回は本当に珍しく予定ぴったりに到着です。ここで2匹同時に散歩に行くとすごくバタバタするので、まずは妹のジェマから外へ行く準備をします。こんな時ブライアンは、え、なんでジェマだけ？という感じの表情に一瞬なるんですが、順番だよって伝えると、あ、じゃあしょうがないかと状況を理解してくれて、自分の順番をじっと待ってくれます。そして次はブライアンの番。前回のクリスマス帰省の際は外が真っ暗だったのでカメラを回していなかったんですが、今回は白夜ということもあり11時になっているのにこんなに明るいんです。この駅に電車が到着して1時間ほど時間があるから散歩をするっていうお話をしたと思うんですが、この1時間の間に電車がずっと動かないっていうわけではなくって、行き先別の車両編成にするため乗っている車両が勝手に動き始めることもあります。しかも普段は電車って遅れているので、到着も出発も予定通りに行かなかったり、寝ぼけたまま外に出ちゃうと車両がいろいろ動いちゃうので、
結構ハラハラドキドキの夜の散歩なんです。とは言っても毎回車掌さんがチケットをチェックしてくれるときに、トイレができそうな駅やスケジュールを共有してくれたり、車両が動いても必ず戻ってくるから安心してねと言ってもらったりしています。Good boy. And this way. Come on. Here's our room. Ryan. Ryan. Yeah. Hey, Siema.就寝前、最後の水分補給。緊張するとあまり水を飲んでくれなくなる2匹ですが、トイレ休憩も終わって少し元気が出たみたい。ブライアンもしっかり飲んでくれました。そして前回の冬の寝台列車とは違い、今回は電車がスムーズに進んでくれているので、11時半にベッドメイキングをすることができました。目的の駅に着くまであとは電車に揺られて待つだけなので、寝る準備をしていきます。もともとブライアンとジェマはアイルランドで保護された保護犬。今現在は北スウェーデンの田舎町で私たち夫婦とのんびり4人暮らしをしていますが、こんな風にみんなで大移動するときは1日にたくさんいろんなことが起こるので、普段よりもどっと疲れが襲ってきます。でもこういった時も2匹仲良く寄り添っている姿を見て、本当に微笑ましい気持ちになりました。そしてこの日はそれぞれのベッドでこのまま就寝です。おやすみなさーい。おはようよ。スウェーデンを南北横断するということで、結構アップダウンがあったり、線路もくねくねなので横揺れもすごいんですが、一度横になるとそれがあまり気にならずぐっすり寝ることができました。あと夜も十分明るいなと思っていたけど、朝の太陽はパッと目が覚める明るさですよね。よく寝れました。実はこの日、私たちはある大切なイベントを家族とお祝いするため南スウェーデンにやってきました。皆さんは北欧の夏のお祝いといったら何かピンときますか？ここスウェーデンではクリスマスと並ぶくらい大切なお祝い事で、その様子は来週の動画でお見せしたいなと思っています。そして私の家族はヨハンの実家に遊びに行くのが今回初めて。南スウェーデンに1週間ほどお邪魔する予定なので、もしリクエストがあれば家族みんなでお出かけした様子なども動画にしたいなと思っています。よし、ブライアン、can you wait? 出口のところで待っとってね。ということで無事に目的地まで着きそうです。イエーイ。これから家族がね、車2台で迎えに来てくれてるみたいなので会いたいと思います。あー、すごい良かったね。良かった。暑すぎず寒すぎず、めちゃくちゃ揺れすぎず、いい感じの旅になりました。降ります。ベスティスメンバーになってくださった川又亜美さん、新しくメンバーになってくださった皆さんも本当にありがとうございます。